どうも、マイクです。ニックです。いやー、今日はですね、まあちょっとツイッターでも、出発前につぶやいたんですけども、まあまあまあ珍しいこともあるもんで、そうやね、まあ大体どう4、5年前。数年前に、ちょこっとつるんでたバイク仲間ねがいるんですけども、彼らから連絡がいきなり来て、天気になってきたし走れへんかみたいななんかねいきなりなんやねんって感じやねんけども、まあまあまあいいよみたいなね、もちろん言葉の理由がそこにはないんでね、もう、そうそうそう。で、一応今日じゃあいつも行ってる山の方に行って、まあ飯でも食って帰ろうかみたいなね、まあまあまあ数時間の軽いライディングなんですけども、まあちょっと行ってこようかなみたいな。はい、いや久しぶりなんで、まあたまにはちょっとね、まあ彼らともソーシャライズするのもいいんじゃないかということで、はい。いやいやいや、ほんとまあまあバイクは楽しいから、まあいいっすわとりあえず。ただね、まあ彼らと行くとね、一応マス通なんやけども、日本でいうみんながこう千鳥に並んで走るとかね、みんなペース合わせて走るみたいなね、そういうマスじゃないのよね、なぜか。もう目的地決めて、じゃあそこでまた待ち合わせでみたいな、で勝手に自分らのペースで走っていくみたいな、そんな感じの、まあ、マス通なんでまあなんとも言い難いとこなんで、まあ多分ね、まあ、マス通の動画にはならないと思うんですよね。まあね、まあそれもしゃあないけどね。まあまあそんな感じのね、とりあえずツーリングというかマス通なんで、まあとりあえずそうね、こっからどうかな、あと20分ぐらい行ったところのガソリンスタンドに待ち合わせなんで、とりあえずそこまで行ってみたいと思います。それじゃあまたね。じゃあね。さてと、もうそろそろ、待ち合わせ場所のガソリンスタンドに着きそうですね。まあ、ちょっと早いかなって感じやけど、多分まあみんなもう来てるかな。まあね、なんていうの、この動画的には一番遅れでみんな集まってるところに行くっていうのが一番美味しいんやけどもまあ悪いからね、遅れて行くのもね。まあそれはちょっとやめときましょう今回は。久しぶりなんでまあ今回ね、ちょっとまあ軽く山の方にみんなで行くんですけども、まあまだね、タイヤがちょっと鳴らし状態なんでね、まあ今回はちょっとまあ鳴らし、ちょうどね、サイドの鳴らし兼ねてゆっくり行こうかなみたいな、感じですわ。一応ね、待ち合わせ場所がここのガソリンスタンドなんですけどね、いてるんかな、なんか赤いバイク2台止まってるけど、あれか、彼らではないみたいです。いやー、とりあえず、みんなと集まりましたってか、まあ何人か来てないんですけど、まあいいかってとこで、はい。
で、あっちでさっき見たね、赤いバイクの2人組も、全然知らない人なんですけども誘いました。じゃあちょっと行ってきます。それでは。